タカノハダイカは、鈴木目鈴木亜目に所属する魚類の分類群の一つ。五族で構成され、高野肌井右巻など、およそ22種が含まれる。タカノハダイカは、インド洋、太平洋、大西洋の南半球海域と、日本、中国大陸及び、ハワイ諸島の沿岸域に分布する、海水魚のグループである。温帯から熱帯にかけての浅い海に多く、 熱帯性の種は少ない。北半球に分布するタカノハダ大族の一部はゴニアイティアス族として扱われることもある。岩礁地帯や藻場など浅い海の底部で生活し、特徴的な長い胸びれで体を支える姿が観察される。訂生性,性の甲殻類など無脊椎動物を主に捕食しているとみられる。中高生で夜間は物陰に潜んで休む。 ダイ肌菌魚類はやや側平たした体型の体をしており、最大種では全長1.8メートルにまで成長する。口は小さく厚い唇を持つ。背びれは一つで14から22本のトゲ状と19から39本の南状で構成される。尻びれのトゲ状は3本、南状は7から19本であるが、3本目のトゲ状は確認が難しいことがある。 生魚の胸びれの下4から7本のヒレ状は分子せず、厚みを増して著しく伸長し、互いに有利することもある。隙骨と抗害骨の葉を描き、椎骨は通常24個。鷹の肌イ。本州沿岸で普通に観察されるが、臭みが強く食用には適さない鷹の肌イ属の一種。胸びれを使って体を支える姿カイラダクティラス属の一種。 本家の特徴である厚い唇と、伸長した胸びれの貝びれ状が明瞭。高野肌以下には、ネルソンの体系において、アキャンタールトリス属を含む5属22種が認められている。本校では、フィッシュブイスに掲載される4属27種について、リストする。ありがとうございます。